はい、どうも、レイヤルンです。はい、僕の家に、一応、昔からね、去年かな、僕の家族としてね、去年に椎茸ちゃんを招き入れましたけどもね、今回はね、また、こちらのレイヤ宅にね、新しいお友達、家族がやってまいりました。それを紹介したいと思います。それがこちら。でん招っ子うちっちー、イエーイ。ツイッター、いつもね、僕のツイッター見てくれてる人だったらもうご存知だと思うんですけども、あれです、こう喋ったらこう返してくれる、まあまあよくあるじゃないですか、そういうタイプのうちっちでございます。こちら、伊豆水戸シーパラダイスさんの方でね、水戸シーで、販売されているものなんですけども、買っちゃいましたね、これ。はい、もうあんだけさ、ほら、なんかこう、ま、遊んであの展示品でね、展示品であんだけ遊んで、これ買わんの申し訳ないなと思って購入いたしました。まあ、実際に欲しかったっていうのもあったんですけどね。で、早速ちょっと登場してもらいましょう。よっ、ボン。あー、てかもう普通にさ、このサイズ感もちょうどいいし、すごく可愛いでしょ、これ。うちっち、とりあえずこの状態でね、うちちにまず命をね、吹き込んであげましょう。一応そう、ありがたいことにね、単4電池3つなんですよ。みんな多分単3とかよりもブレード使ってるやろからさ、単4の方が持ってるんじゃない。そう、だからうちも行さんあったんでね。 OK、 さあ、とりあえずうちちをほっよっ、あ、うちち、おーい、来た。おお、じゃあ足すごい、足が割と、足がブラーンってなって、あー、ちょっと待って、普通に可愛い、この状態でも普通に可愛いけど、いや、すごい。うちっちー、はい、こんな感じで、でこれがね、またね、動いて喋るっていうのがね。で、早速ちょっとなんかほら、なんかあれやな、漫才師みたいな、これなんかこれで喋るみたいな、まあ、今から喋るんですけど。で、早速うちっちオンするよ。オン、あ、お、うちっち、出て。うちっち、出て。ようこそレイヤ宅へ。まあもちろんね、まねっこうちっちなんで。これね、マイクのね、精度がね、すごいんですよ。時間か、喋んの時間かかる。この距離、この距離で全然拾う。すごいでしょ。お前すごいな。やるやんけ。もうお前好きやわ。はい、こんな感じで、いやー、これいいね、これいい、ほんまに玄関に置いとくだけでも結構なあれになりますよ、これ。いやー、いいね、かわいい。で、こうやっぱりこう動くのがすごい、めっちゃこれいい感じじゃん。で、やっぱりね、そこのうちっちで、ね、やっぱりね、そのまあ声のトーン上げて真似してくれるじゃないですか、これ。関西弁で喋ると割とちょっといい感じになるんですよ。ラジオ好きです。いや、もうほんま今日も暑いよな。最近ライブっていうコンテンツやね、キスしたらなんかそういうのライブ配信をやってるからやな。でもあれね、ちょっとわっさらかしてもらいましてな、こんなにね、えらいこっちゃった話でもすごかったんですわ。で、その感想っていうのはね、他の人がライブ撮るんで、まあちょっと確認しておいて。ほら、おいしい。いやー、ほんま陽気ですね。はい、じゃあちょっとこのうちっちはね、ちょっとまあ玄関に。いやー、ほんま陽気ですね。はい、じゃあちょっとこのうちっちはね、ちょっとまあ玄関。わし玄関に飾られるらしい。わし玄関に飾られるらしい。大きに。大きに。ということで、とてもね、可愛らしいうちっち。こちら、伊豆水戸シーパラダイスね、さんの方で、言ってめっちゃ、そんなに高くなかったんですよ。3000円しなかったんですよね、これ。2000、
2800円ぐらいかな、まあ、ほんまにそのぐらいで入手できる商品なので、皆さんもぜひね、水戸市に足を運んだ際はちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。いや本当にね可愛らしいんで、はい、ということで、今回はねちょっと新しい家族うちっちを、紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。いやこれからちょっとねまた動画にもちょっと出てきてもらおうかなって思ってますんで、ということで今回の動画はこちらまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。レイヤルンとうちっちでした。レイヤルンとうちっちでした。ではでは Oh, yeah.